響き長と、そしてこちらの日本海側の潮と潮のぶつかっているところがちょうど潮の流れが違っておりますけれども、お分かりいただけましたでしょうか。ここが日本海と響き長の境目にあたるところでございます。じゃあ今度は鳩島を過ぎて左手前側を見ていただけますか。もう波が全然違うでしょう。皆さんの目にお分かりいただけますかね。向こう穏やかな方が響き灘で、ちょっと波の荒いこちら側が日本海になっているんです。でこれからですね、橋で一番高いところ、水面から高さ18メートルと言われております地点を通って行きます。で皆様に入っていただきますこの角島と申しますのは、キャンプ村で知られたところでございます。そしてまた明治6年に建てられたと言われております角島灯台、1月2月を迎えますと野生の水仙が咲き乱れる島でございますし、島には牧場もございます。時にはのどかに牛などが草をはむ姿の見られる場所でもございます。海に囲まれております角島でございます。